正直な気持ち一言お願いします。いや、まあ正直なところで言うとちょっともう安心している気持ちが多いですけど、でも本当になんかね、もうみんなが、自分を応援してるんじゃないかなと思ってすごい感動しました。その成果が実りました。改めて拍手お願いいたします。後ほどお話をまたゆっくり聞いていきたいと思います。それではこれよりボートレース丸亀 SG 第22回オーシャンカップの表彰セレモニーを行ってまいります。はじめに優勝を果たしました峰竜太選手に対して、一般財団法人日本モーターボート競争会会長賞が一般財団法人日本モーターボート競争会林正彦理事より贈られます。また役手、そしてまた一つ新たな歴史が刻まれます。クリスタルがその手に渡りました。林理事ありがとうございました。続きまして優勝賞金の目録が梶正春丸亀市長より贈られます。優勝賞金は2700万円、賞金総額はこれで7900万円に上ります。今目録が今その手に渡ります。優勝賞金の目録梶正春丸亀市長より送っていただきました。ありがとうございました。たくさんのおめでとうありがとうございます。最後に SG 第22回オーシャンカップアンバサダー幕捨てその間の一丁目の萌野あずき様から花束が贈られます。萌野あずき様です。可愛らしい笑顔で、そして花束の贈呈です。たくさんのお話ありがとうございます。さあ、それではですね、これよりプレス撮影を行いたいと思います。萌野様と、そしてブルーナイトアンジェル4名、合計6名で撮影を行いたいと思います。報道プレス関係の皆様中央に、そしてファンの皆様もよろしければその位置で写真撮影をしていただきたいと思います。峰竜太選手、その隣にアンバサダーの幕下その間の1丁目の萌野あずき様、さらにブルーナイトアンジェル、このシリーズ大会に花を添えてもらいました。ありがとうございます。まずは正面向いて撮影です。ありがとうございます。今報道プレス関係の皆様からリクエストいただいています。クリスタルを少し高く掲げます。ありがとうございます。少しだけ左向いてください。少しだけ左向いてください。皆さん少しだけ左、ちょっとだけ左向いてあげてください。はい、ありがとうございます。クリスタル重たいと思います。いいですか。じゃあ今度は右向いてあげてください。皆さん、はい、いいよ、お願いします。申し訳ない。ありがとうございます。この瞬間を待っていたんです。ありがとうございます。さあ、それでは正面を向いていただきます。皆さん一緒に撮影を行いました。アバサラの幕下届かんが一丁目萌野あずき様、これで会場となります。プレス報道関係の皆様の写真撮影以上とさせていただきます。皆様、萌野あずき様に拍手をお願いいたします。ありがとうございます。さあ、そして今度はワンショットの記念撮影を行います。うわ、重たいな、ね、はい、大丈夫ですか。相当クリスタルはどっしりと重みがあります。 ありがとうございます。もう思いっきり戦ってきたので、ひょっとしたらもう握力がないかもしれない、それぐらい力を果たしてまいりました。ありがとうございます。たくさんの激戦のその戦いの中には涙もありました。そしてその涙は栄冠の涙になります。ありがとうございます。
さあ、それではお話を伺ってまいりたいと思います。はい、お話します。 SG 優勝戦11回目の挑戦です。第22回オーシャンカップを制した峰竜太選手です。おめでとうございます。そしてまた SG が待っております。さあ、ファンの皆様に最後に一
言メッセージをもう一度心を込めてお願いします。本当にちょっと感無量なんですけど、なんかもう本当みんな応援してるのは分かってるんで、今年も、ね、ファン投票1位でいけるように皆さんいっぱい応援してください。ありがとうございました。もう皆さんから声が出てますが、ありがとう、ありがとう3回コールして送りたいと思います。ありがとう。 SG 第22回オーシャンカップを制した峰竜太選手、皆さん声を揃えます。ありがとう。